はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。太閤立志伝 5DX、ライブ配信始めていきたいと思います。太閤立志伝5は第4回目ですね。1961年8月2週ということで、今回は竹中半兵衛、なんか大河ドラマの主役にもなりましたね。そちらを勧誘しなければなりません。どうやって勧誘するんでしょうね。竹中半兵衛は斎藤にいるらしいですが、まあ、今回やっていきたいと思います。いつも通り、Twitch で配信を行っております。Twitch のアカウントフォロー、お願いいたします。なんで切れて、切れて大丈夫だ。一瞬びっくりした。切れたかと思った。 Please my Twitch。 なんかおかしい？画面見えてないかも。あ、大丈夫か。ツイッチ、アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube ですね、2日後アーカイブ配信予定となっておりますが、ウィニングポストのアーカイブもあるんで、もしかしたら3日後になるかもしれません。つまり13日21時頃からということですね。プレミア公開でアップロードしますので、ぜひ見てください。そして YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。This live YouTube, my YouTube チャンネル upload 2 days after my YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。また旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひご覧ください。アカウントのフォロー、チャットコメント、ぜひお願いいたします。プリーズツイッター X、Please visit and アカウントフォロー、リポスト and グッドボタンプリーズ。はい、では行きましょう。で、竹中半兵衛を、あげないといけません。まあ、まずお茶ですね。竹中半兵衛って、竹中半兵衛に限らず、勧誘って言ったら、なんて書いてる？稲葉山潜入。今、清洲城にいるんだよな。だから稲葉山、いわゆる井の口の町に行ってみましょうか。どうやって移動するんだっけ？じゃあ、
ここで名前を見れるんだ。早く半兵衛を調略してこいってなってますね。井の口を町へ行きましょう。お、誰だ？安藤元成。斎藤家の安藤さんですね。うんうん。森成か。元成やと。元成じゃない。森成だ。まあ普通に話してみよう。本田正三のムードは。美濃三人衆。ちょっとかわいそう。オルゴールあげますか。親密度は1上がった。これ贈り物あげられないよな。リム直政茶席。あ、おっと、堀村はさプレイ可能になった。なんだこれ、堀じゃなくてなんていう名字だっけ。聞いてみよう。いいえ。でだから、いいえ。いや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 、ちょっと待った。中止中止。ロードします。野口を待ちに行って、で、あ、斎藤さんに会って、贈り物してオルゴールやあげて、民家に行って堀さんのとこで茶席して、あ、何ももらえなかった。鉄砲指示なんてあるんだ。まあでも今は探してこない、探さないといけません。竹中半兵衛を宿屋行って、大川地上、伊勢志摩の産地、どこにあるんだろう。三重県ですね。うん、それは知ってる。よく最初で、あ、変わってない状態が。外へ行こう。交易品を引き続きやっぱり売却回収するといいとは思う。井の口は
紙か。降る。ああ。いいでしょう。ここにはハンベはいないみたいだな。稲葉山城へ行ってみよう。あ、ハンベだ。ツンデレかな。うん、まあどちらにしても竹中半兵衛が、その気なしになるって言ってるな。お茶しよう、お茶しよう。こっちにいるんじゃん。じゃあ、もちろん半兵衛。旧作？行きましょう。どの辺がいいんだろう。茶席。なんだこれ。どういうことだ。井ノ口か。井ノ口へ行きましょう。よくわからん。
まあ分からんけど、土切りをするわけがないから。あ、いたいた、半兵衛いた。出奔したよね。まあ簡単にはあの部下なってくれないよね。居城を奪った罪を恥じて出奔。稲葉山。いや、なんぼ、なんぼでも行くよ。でも行ってみるか。キャースやってみる。いや、いいか。どうすりゃいいんだ。戸和田港か。そばではないな。今やな、あのバスも青森でから、青森か戸和田からしか行けないからな、戸和田港って。昔は弘前の近くの黒石とか、うん、知ってる。なんて書いてある。竹中半兵衛襲名。馬屋ってなんだろう。いや、別に指示するわけない。斎藤辰興に半兵衛の主としては器量が。三個の霊みたいな感じだよな。行きましょう。農民の出だもんな、藤吉郎は。誰だこいつ。お、バトル。しかもコンビかよ。これ切られたら終わりなんじゃないの、命。まあ、多分半兵衛相当強いとは思う。ちょっと怖いな。どっち行こう。こっち、いや。え、何やってんだ。なんだこれ。あ、いけ。あれ切れない。混合力、混合力しよう。避けた。あー、切られた。え、なんで。オッケー、一体倒した。これ弓？なんかうち弓持ってんだ。じゃあこうか。よけた。まあ当たりにくいんだろうな。切られた。でも耐久力はなかなか高い。
連続斬り。まだ透明はさせてない。オッケー、ようやく当たった。弓持ってたんだ、気がつけば。名声、名声って上がるんだ。やったー、勧誘成功です。戻りましょう。帰還です。やった、嬉しいな。半兵衛プレイできるんだ。半兵衛のとこ行ってみる？書籍。まあ多分バトルするとかなわないだろうからな。指名はこれで果たしたんで、とりあえず自宅に戻って、はい。あ、でも妻と話してもよかったんだ。OK。出ましょう。で、何でしょう。またかよ。今度は網の三人衆。安藤はさっきあったよな。うわ。とりあえず出ましょう。井の口を町へ。斎藤家に仕えて、さらに信長に移ったのか。終わったんだ。直政。三人衆を調略。まず安藤に会う必要がある。安藤どこにいるんだ？城？
とりあえずまず安藤に会わなきゃいけないっていう感じなんだが、安藤はどこにいるんだ。まあ稲葉山城行ってみるか。お、稲葉山城占拠事件。お？稲葉一徹か。凋落。次、稲葉一徹。稲葉一徹はここにはいない。するんだ。井の口を町行った方がいいのかも。みんなおまさぐらいしかおらん。稲葉一徹ってどこにいるんだ。ラド？堀直政。だって稲葉一徹に会うのかだろうな。
ガになんか行けって言ってたよな。小垣城はもう持ってるんだよな、確かに。100ぐらい施しとこう。あ、やめとこう。誰も住んでないんだ。行ってみるか、甲賀。甲賀の里に。ちょっと怖いな。襲われそう。太郎さん。あ、そうだ。そうだよな。なんでやねん。3000がなんで50になるんだ。稲葉一徹に会わないといけないのか。稲葉一徹ってどこにいるんだ。大気っていうのもあるんだ。意外。結構すごいことも、しないといけないのか。お、出た。巻物のやつ。明日が。
危ねえ。間違えた。もう忍び足っていうのが手に入ったんだ。出ましょう。いや、違う。どこに行けばいいのかがヒントが全然ない。稲葉行ってつって。あ、稲葉一徹がいた。行こう。そうだね。あ、愛想尽きたんだ。へえ。あとは浦部と登山なんだっけ。紙は井の口売ってたよな。鈴井がちょっとわからんな。まあ、とりあえず井の口行こう。井の口は紙は絶対売ってるからな。座かな？座だっけ？最近、あ、そうだ。ペイロードが。紙買ってるんだ。紙とすずりとなんだっけ。紙とすずりと筆か。あと筆はここには売っていない。出ましょう。この町清須へ、清須を町へ行ってみよう。いろいろ教えてもらえるんだ。とりあえず座に行って、ここには売ってないな。城へ行ってみるか。村井さんだ。いや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 。
浦部。あ、ダメなんだ、これ。あ、ダメだ。教えてもらえるんだな、いろいろ。ちょっと岡崎行ってみるか。岡崎だったらいろいろありそうだし、転がしもできるしな。誰だ？服部半蔵はそうなんだ。まず紙を売ります。最大なんだけど、つけることがすごい大事らしい。あー惜しい。いいでしょう。買いましょう逆に。ないな。忠勝だ。水を正しいだ。この辺は家康につくからな。ないな。どこら辺なんだろう。清須、大湊。岡さんだ。まあ、しゃあない。すずりがある。すずりってなんか得するんだっけこれって。いや美味しいよねすずりは。全部買いましょう。あー惜しい。華厳の滝いいよな。お酒飲んどこう。
鈴木茂秀、ね、で、堺へ移動。三郎、鉄砲、いや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 、入るんだが、あ、また人がいる。三好？金塊渡そう。チェンバロとか面白そうだな。聖書、バンサバじゃないけど聖書交渉です。お、あー惜しい。売却、すずりを売ります。全部と、全部から OK、 あ、惜しい。麹を買うんだけど、麹を買って石山か。じゃあ全部。石山へ行く。誰？古田さん。じゃあまあ住み酒で。若いな、まだ17歳なんだ。18歳なんだ。内通疑惑ちょっとかわいそうだな。で、工事を売る。工事は全部売る。買う。全部。ああ。
100投資。いや、間違えてる間違えてる。100投資。また酒場に行く。2つぐらい買っとこう。だね、杉浦玄に。安いドンと、あ、不在か。そうだ、あのいいこと聞いた。そうだ、でそう、装備だよな。ブグ、買ったな。大根は買った。今日に行こう。東五郎、結構、いや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 、ここで聖書ですよ。御所に行きます。ダメ、会ってくれない。クゲは再度オルゴール、親密度がまだ高いな。まだまだ低いな。で、売ります。大根。もちろん全部。ああ、ダメだ。誰だろう、島さん。じゃあまあ、シアガマ。おお、三成の仲間なのか。寺？ああ、あれか、
筆を買います。2個ぐらいかな。小池ルートにはならないんだよな。酒場へ行きます。森田城いいでしょう。職人、ああ鑑定とかやってくれるんだ。馬のあれっているんだろうかな。これで一応揃ったんかな。出ましょう。で、お、宇治家牧前だ。全長落できたんで、白へ。すごい。いたいたいた。ですか。20日じゃ間に合わないな。あ、でもやってみてもいいかも。しちゃってるな。迫力の陣で欲しくってこと？
橋を渡れないのか。
奮闘。だって自宅へ戻ろう。ぐらいは入金してもいいだろう。はい。食べることで回復だね。回復したいもんね。一回だけなんかな、フルに回復できるのは。回復できる方法は、のは。どうや、一回だけみたいだな。63が最短なんか。光月城だろ、ハリマ。お、池厚栄養器をプレイできるようになった。いろいろあるみたいだ。さあ、表情ですね。うん。浅井との協力ですね。お、お市の方登場だ。おお、侍大将に昇進だ。
よし、当然意見です。グビ、稲葉山落とすんだ。さあ、少しお待ちください。お待たせしました。クリオモスケ？反応反量の生活。これって強制イベントかな？強制イベントです。こっから本当のバトルだな。え、どこ、ドイツが、どうしたんだこいつだ。いや、まあ、やられる。奮闘だ。奮闘努力。特技だよな。縄文爆破とかあるな。どうしよう。いいね。爆弾マサ？違う、滝川さんだ。あんまり聞かないよね。うん、あと食料も考えないといけないよね。射撃があった。ビーム、
わ、やば。モチベが下がる。見てみるか。もう結構減った。ビーム。結構いろいろ使ってんな。一気に減った。ちょっとあと5つか。結構減ったな。どうだ？これで大手門陥落した。ビームが連続ビーム。展開か。モチベは上がるけどな。雪降ってんだよな。モチベを下げてきた。ビーム。
なんか本体に襲ってるな。縄文爆破まではまだか。よしよし、いいぞ。縄文爆破だ。あ、無理か。雪のため実行できないのか。本当？コブは？本当と攻撃力と指揮か。挑発。やつ。一部はまあまだ下げられないかな。連続矢ビーム。なんか一人加わってない。あ、去っていった。でも火をやって決まらないんじゃないの、雨だったら。まだ雨降ってるから無理だな。お、三の丸攻略した。丸だ。あとはてる。あ、一気に。あ、これ天気が回復したんで行きましょう。一気に削りました。いいね、かなり二の丸が削られてる。刺激だな。積極策使った方が絶対いい。で、どうか？無理か。まあでも時間の問題だよな。ラスト。あんまりモチベ下がらないな。
HP 上がってるな。なかなか強敵。もうちょっとだ。ビーム。なかなかしぶといな、相手も。強力ビームが。あんまり減らないな。超音爆破どうだ。やりました。このタイミングだよな。これで貢献度は、お、やりましたね。トップです。多分縄文を開ける瞬間に攻撃すると、あの、勲功が一気に上がるんじゃないかな。氷炭か。千成秒炭、必勝を信じることで無限に闘志が湧いてくる。すごすぎないか？チートじゃないの？うん。そうだ、これで清洲城の存在がなくなっちゃったんだ。自宅も稲葉山城へ行っちゃったよな。
お、神谷の投手ってなんだ。彦間さん、なんだこれ。はい、食べます。これでスタミナを回復。あと34日か。行動は自由だな、こっからは。多分次はもう浅井と同盟して、もう、はい、どうしよう。何を訓練すればいいのかがわからんな。何を訓練するのかがおすすめかわからん。高卒力をまず上げたいな。でも地方かな、地方をちょっと軍学とか算術、うん、日の口の町へ行ってみよう。で、座かな。違う。まあ、10個ぐらい買っとこう。はい、遠山さん、岩村城だっけ。野口か。いや普通紙買うんだけど、まあ買わないな。本当別にしたくもないしな。
武芸主事。武芸主事は、これ、個人戦の能力に上げるだけやろ。希望を上げたいよな。ちょっとここじゃないのか。鉄砲ってどうなんだろう。鉄砲は個人戦の能力に上がるのか。やっぱり希望を上げたいよな。希望を上げないとどうしようもないと思うんで。弁舌だ。弁舌を上げたい。弁舌はどこで上げられるの？伝説の技能レベルを上げないとね。今ちなみに信長の弁、あ、信長じゃない、秀吉の弁舌ってどのぐらいあるんだ。弁舌は3あるんだな。悪くはないな。じゃあまあ大阪行ってみるか。ないのか。奥にがいる。
か条件がいるんかな。ああ、別に。さあ。ちょっとお金稼ぎの時間かも。大根を買えばいいかな。大根を買いましょう。大根じゃない、紙かな。紙ですね、紙買いましょう。じゃあ送る。ああ、届か、ちょっと早かった。ちょっと遠いな、みんな。なんで？戦術を上げてくれって言ってますね。いないのか。とりあえず酒井行ってみるか。なんかいいな。あ、お、なんか野田って と言ってる。で、ここで硫黄を帰っていってんだな。
ああ、届かなかった。メカダってどこか次は。とりあえず石山に先行こう。安い道頓だ。安い道頓たまには行くんだな。あ、来た。一応便実だが今は無理だ。ってことは茶席ぐらいかな。お、好きや。うん、知ってる。とりあえずメカタへ行こう。で、これで売って終わりにしよう。誰？もちろん全部売る。ああ。メカタ、今日に行かないといけないけど、もう帰らないといけないからな、表情。稲葉山城へ。あと7日か。次はここへ。何これ、もちろん体力回復するからな、これだけでも。300ぐらいかな。会をやっとこう。あとは
関係値を上げとくといいだろう。お茶でもやって、ささ、なんでこんなに嫌われてんだ。はい、鉄砲使うのかよ。おなあ、ほな叫んな、避けやがった。は、何これ、えぐいな。え、外れてる。あ、近い、近すぎる。ダメだ。当たってる？当たってる？あっと、当たってしまった。え、それだけ？ひでへ。はくれないのか、食べさせてくれないのか。これっていうのがあるみたいだな。あ、無理っぽい。はい、マンキンタン。おーっと、吉信事件。吉信は今川とつながってたからな。氏政の妹をめとってるからね。うん、天下風部。ね、よし、また当然意見です。省略、王侯事情、
なんて？なるほど。え？え？って、まあ拒否できないんだけど。信玄と元康が同盟、あれ？そんな時代はまああったけどな。あれだ、あの、あの事件が原因だ。慶喜は死んだ事件が。これもやっぱり今川にとっては不運だったよな。今度は北条と上杉が同盟？嘘だろ？影虎狩りすぎだろ。嘘だろ。ここはまあ自由ですね。自由行動だな。はい、あ、いいね。なんかもらえないかな。もらえないかな。まあいいか。はい。新武将登録はスタートメニュー追加されましたって。あ、そうだ。どこだっけ。石山に行くんだ。で、石山に行って、とりあえず、まずは、やるべきことって石山に行って、いないの？あ、そうや。まあ、交易品は買っとこう。
タ行こうかとこう。あ、惜しい。まあ100ぐらい投資しましょう。不在なんや。行きましょう。行き先指定で。今日に行こう。柴さん、墨酒萌えもん、いいえ、もちろん大根全部。で、アカネチンを買う。もちろん全部。あー、わずかに焦りが見えてしまった。くげえ。ナンバー G フロイス。百貨。石卓。薬買いましょう。マンキンタン。2つぐらい、3つぐらい買ってもいいやろ。いや、いい。あかねを買ったんだよね、今。残念。再度石山へ。誰？に行って茜チンを売る。結構重かったな今。紙を買うんだったっけ。今石山だよな。もちろん全部。
まあ、100投資で、来た来た来た、よかった。手足じゃない、技術指示伝説、はい、内容説明、なるほど、ハイアンドローですね。これ自分と相手に配られた札の数を合計し、はい、じゃないかな。え？ああ反対だ、間違えた。こういうことだ。多分自分の方が上じゃないの？え？もちろん自分の方が上、自分が上だ。恫喝、あれ恫喝って持ってなかったっけ。全部あーダメだ、違う、チェキじゃない、買いたいのは消化の方だ。
こういうことか。とりあえず物品購入しとこう。何これ、政治書。あー届かない。あと3とか4とかの。当たり。武器、武具ちょっと見てみよう。八幡太郎の弓なんてあるんだ。え、今自分何持ってたっけ。そうたつ。今弓、あ、これで装備。さらにパワーアップ。チェキは5が最高なんだな、今。武足の最高ってなんだっけ。武足は4だな今。でも買った方がいいか。でおかっ、あの貯金はあるからな、買っとこう。安くなったな。出ましょう、帰りましょうか。え、何買ったっけ。硫黄買ったんだ。だから目方に行って全部売って全部売る。
あ、惜しい。で、具足を装備。とりあえず戻りましょう。お、プレイできる。自宅へ帰ります。お、嬉しいな。4か。これだ、食べてくれる。表情まで。はい、ということで、3月か、あっという間に1562円の。でも、あの、いろいろ自分磨きをすることもできた、できつつ、竹中半兵衛とか稲葉行って、今自分は立花太郎の弓とか結構すごいよね。でも現実はまだ上がってないし、算術はこれから上げていくし、軍学とかも上げていかないといけないな。弓も上げた方がいいよな。建築、武芸、鉄砲も上げた方がいいな。藤吉郎は配下、そう、配下はご覧の通りですね、4人になりました。堀尾、吉春、堀尾義春も味方になってます。ということで今4人ですね。もみってなんだろう。主命って与えられないんだっけ。
会員も欲しいですよね。販路まだ指名はできないんだな。じゃあはい、ということで結構長くやっちゃいましたが、今回ここまでとなります。稲葉山城は岐阜城になり、竹中半兵衛らが仲間になり、そして具足などの具足や弓の強化がなされましたので、もうお金もまあまあ稼げたんで、信長につきながらですね、どんどん気に入られながら、地位を上げていければなと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今回はツイッチで配信を行いました。ツイッチのアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。Please my Twitch Twitch アカウントフォロープリーズ。この動画 YouTube にアーカイブアップロードいたします。ぜひ YouTube のチャンネルご覧ください。チャンネル登録高評価お願いいたします。 My YouTube チャンネル This Live Archive Up Today's2 or 3 days after my YouTube channel subscribe and good button please Twitter X my account follow and repost and good button please 旧 Twitter であの X のアカウントを持っております。ぜひ、ご訪問アカウントフォローお願いいたします。ツイートをリポスト、いいねもお願いいたします。ということで、太閤立志伝 5DX 遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。